タイソンの到着は11時。ボクサーは孤独だ。試合当日の控え室ではマネージャーやトレーナーでさえもタイソンに近づくのが恐ろしくなるという。タイソンは歌っている。調子のいい証拠だ。3日間の秘密練習を経たマイク・タイソンがベールを脱ぐ。日本のファンの前でタイソンはヘビー級の凄さ、ボクシングの素晴らしさを見せてきた。パワーだけが支配していたヘビー級にモハメッド・アリがスピードを持ち込み、それにタイソンは攻撃性をプラスしたと言われている。5ラウンド目、タイソンが素晴らしい動きを見せた。コーナーに下がって素早いステップワークから強烈な右フック。仕上がりは万全だ。一方のタッブスもヘビ級らしいパワーを見せた。右ストレート連打にも威力がありそうだ。挑戦者も順調に仕上がっている。3月17日最終記者会見。チャンピオンと挑戦者が顔を合わせるのはこの日が初めてである。緊張感の中、視線が交差する。
undisputed WBC and WBA champion, heavyweight champion of the world, Mr. Mike Tyson. Mr. Charles, and no strategies. You see in a fight. 試合まであと4日、決戦ムードは高まった。